今南国で拡散されているからです。はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。この番組はイラッとするニュースも笑い飛ばす余裕こそが日本人の底力だとの信念から、番組の随所にネタを仕込んでおります。そこからふざけるなとお叱りをいただくのですが、あえてお言葉を返したらば、この私真剣にふざけております。しばしお付き合いいただけましたら幸いです。この番組でも噂として紹介したのは、10月3日は南国の断君神話に基づく建国を記念する祝日。この祝日に合わせて反ムンジェインデモを100万人規模でやろうと、保守派や退役軍人などを中心に企画されておりました。そしてそのデモは主催者発表ながらドドンと500万人。だいたい南国の人口は5000万人ぐらいで、その半分にあたる2500万人ぐらいがソウル市あたりに住んでいる。つまりソウル市近郊に住むうちの5人に1人がデモに参加したということになります。その数についてはいささか持ってる気もするのですが、当日のデモの様子だとネット上で拡散された写真によると、確かに立錐の余地もないほど多くの人が集まっておりました。このままでは南国が地上から消えてしまうという不安を抱えている国民が多いからなのではないでしょうか。なぜならジャーナリストの篠原丈一郎さんが月刊花田10月号、そして11月号で立て続けにスクープした、ムンジェイン大統領は朝鮮労働党の党員だった疑惑が、ハングル語とともにコピーされて今南国で拡散されているからです。つまりムンジェイン大統領とその後継とされるチョ・グックさん、この政権が続けば北朝鮮主導による赤化統一が実現してしまうかもしれない。すなわちそこには言論の自由も民主主義もなく、独裁者が支配する国になることを意味します。一応今のところ同じ民主主義陣営の国民として、それを奪われることを悲しみ同時に恐れます。これも篠原丈一郎さんが紹介し、経済評論家の常念司さんが拡散していることですが、日本国内にも金正恩委員長を唯一の指導者とするチュチェ思想を研究しているチュチェ先生が多いようです。また悪夢の民主党政権が誕生したように、今日の韓国が明日の日本にならないとも限らないんです。ところが私が確認した限りながら、日本のマスコミの皆さん、とりわけテレビメディアは、この反ムンジェインデモについて報道しない自由を決め込みます。これもまた今日の韓国が明日の日本になるかもしれない危険性を見つけてしまうんです。自由と民主主義を求める声は香港からも聞こえてきます。一国二制度の約束を破り、香港の民主主義を破ろうとしているのが中国。警官が学生の胸を撃ったり、その学生をまた起訴してみたり、緊迫のレベルがさらに上がった香港については、そのデモを日本のマスメディアは報じていました。足りないとはいえ報じていました。自由と民主主義を求めるという点においては、香港も韓国の反ムンジェインデモも同じです。ところが香港は報じて韓国は報じません。反ムンジェインデモにニュースバリューがないとは言わせません。なぜなら前大統領のパク・クネさんの退陣を迫るろうそくデモについては必要に報じていたからです。前大統領のパク・クネさんと現大統領のムン・ジェインさん、ざっくりと言えば保守とリベラル、より正しく言えば保守派と北朝鮮にシンパシーを感じている人たち、そして少なくとも我が日本国の国益という視点に立てば、北とヌプヌプの勢力よりも保守政権の方が幾分かマシなのに、保守派であったパク・クネ前大統領の退陣デモは執拗に報じておきながら、米国に親しいムン・ジェイン大統領への抗議デモについては全くといって良いレベルで報道していません。それはまるでテレビ局の中に北に不利な報道はしないというチュチェヌ戦、すなわちチュサッパと同じ考えの、こんな人たちの、あ
初めてこの番組をご覧いただいた方のために説明しておくと、反日左翼、ネットスラングで言うパヨク、パヨク、そのこんな人たちの沈黙が雄弁に語ります。そして今話題沸騰中のカンナマ、あ、違った、関電の関西電力の M 資金について、地上波テレビが沈黙しているのが人権問題です。今話題の M 資金とは、福井県高浜町役場の助役も務められていた森山英二さんのこちらのお話。関西電力に絶大なる影響力を持ち、関西電力のお役人さんから担当者まで金貨金杯米ドルスーツとドドンと大盤振る舞いをしていた人物、すでにお亡くなりになられておりますが、今マスコミ界隈で大注目されております。しかし町役場の助役さんがこちらと影響力をなぜそんなに持っていたのか、その理由をテレビメディアは原発マネーとして紹介するだけで肝心なことに踏み込んでおりません。しかし残念、ネットではすぐに情報が共有されております。鳥取ループアット次元社さんが次のようにツイートしておりました。関電の件が同和案件ということを未だにデマと言っている人のために、1982年8月の共産党機関紙前衛の記事です。当時の森山英二助役が地元でブラック解放同盟を組織して、そのことをバックに関電と癒着し調整を欲しいままにしていたことが書かれています。添付されていた記事を読むと、森山元助役は自ら組織を作ってそれを指揮して球団だとやることによって町長から町議会議員まで手下にしていたとのこと。これを伝えなければこのいびつな事件の全容は見えてきません。ところがテレビメディアの皆さんはこれを報道しない自由、例えばツイッター情報だから信じられないよなんてね、言い訳をするとしても、そんな言い訳は通じません。なぜなら同様に人権を武器としてのし上がっていく手口は週刊新潮、週刊文春が報じているからです。テレビメディアのお得意の週刊誌情報によるとという手口が使えるんです。さらに週刊文春の記事には、この人権絡みのことを証言してくれた高浜町議の渡辺隆氏と証言者の名前まで掲載されているんです。ならばこの町議先生のところにね、トコトコトコを訪ねてお話を聞いて、それを VTR 編集してドドーンと報じればいいのに、テレビメディアの皆様はこの人権絡みのところをまるっと無視しております。またこの森山元助役のお孫さんは現在東京地検特捜部にいらっしゃるとのこと。何しろ森山元助役のようにユニークな個性の強い人物が現れたら、必ず関係者に話を聞きに行くのがテレビメディア、ワイドショーのやり方です。しかしこの関西電力の件ではなぜか皆さん沈黙しています。その沈黙が雄弁に語っているようです。なおこの臨時国会で特定野党の皆様はこの関西電力案件を掘り下げると息巻いているようです。一方この人権絡みの話はあのホットトピックカンナマにつながるという噂もちらほらと聞こえてきております。そこから超ド級のブーメランが刺さることを楽しみにしております。大阪のお父ちゃんあたりに。人権絡みで言えば、再開が噂されている愛知県で行われている芸術のイベント愛知トリエンナーレ、その企画展である表現の不自由展その後に対して抗議の声を上げた市民、県民、国民のもしもしとのお電話を、愛知県はこともあろうに愛知トリエンナーレ2019に寄せられたご意見などと題して無許可で愛知県の公式サイトに音声データを公開したんです。寄せられた市民、県民、国民の声というものは公開を前提としていません。あくまで愛知県なり愛知トリエンナーレに物申したいという市民、県民の声です。これは典型的な晒しと言われるこんな人たちの手口です。自分たちに都合の良い情報だけを切り取ってかいつまんで、そしてそれを公に訴えるという体で晒し者にして社会的な抹殺を目論んでいるんです。しかしこれはとんでもない話です。例えばある食品メーカーが芸術的なうまさの金のとんかつと名付けて売り出した冷凍食品がうっとなるほどくんちゃーいお肉を使っていて、
そのクレームから発売中止になったのに、その発売中止の理由をその食品メーカーの社長が、客からうるせえクレーム来たから発売中止にしたんだみたいな、言い訳を始めて、さらにその発言に怒った消費者が、もしもしと抗議の電話をかけてきたら、電鉄攻撃です。威力妨害行為です。として、そのお電話の会話のやり取りをお客様に無断でインターネット上に公開した暁には、その企業が倒産するレベルの大スキャンダルになりますよ。そのレベルのことを愛知県はさらっとやってのけたんです。もちろんネットは即座にざわわどころか大炎上して、愛知県は音声データを削除しましたが、削除すれば済まされるという話ではなく、愛知県という行政が抗議してきた市民・県民の声を晒すという私的報復に出た。つまり法治国家としてあるまじき行為をやったのが愛知県であり、その県知事である大村秀明愛知県知事です。こんな重大な事件をマスコミの皆さんは報道しない中、呆れ果てるとはこのことです。さらに令和元年9月28日の深夜から未明にかけて放送されたテレビ朝日の朝まで生テレビ、そこで司会を務める田原総一郎さんは、家に日本の安倍内閣がなぜ続くか、よくないんですよ。なんであんな長く続いてるか、理由は3つ。話長えよ。ここで田原総一郎さんは森友学園を問題だと大騒ぎしておりましたが、森友学園の騒動といえば、こちらの籠池束でおなじみの籠池康則さんご夫妻に次いで、騒動当時の現場をよく知る籠池さんのご子息の籠池義重さんが、今ご著書を出された上に各種ネット番組で当時の様子を語っておられます。それをざっくりと一言でまとめると、著述家の菅野保さんと特定野党の議員が作り出した捏造事件とのことで、こちらの100万円もろたでーの100万円の振り込みも捏造だったと籠池義重さんは指摘しております。またこんな人たちの語源となった都議会自民党が壊滅的な惨敗を喫した2017年の選挙で、手のひらに悪口のメモ書きをした籠池ご夫妻が現れた時、TBS がしっかり密着取材をしていたと舞台裏を告白しております。ちなみにこれは当時からネット民の間では有名だったことなのですが、今我らが菅官房長官に執拗に絡みつく東京新聞の望月磯子記者が、菅野保さんとグルになってシナリオを拡散していました。なぜネット民が知ってるかというと、菅野保さんのご自身のネット番組に東京新聞の望月磯子さんがチラチラと映り込んでいたからです。ところがこのように当時の舞台裏を語る籠池義重さんの著作も発言も報道しない自由、もはやテレビやマスコミは真実を伝えることを放棄したようです。ならばそろそろ我々日本国民の共有財産である放送電波を耳を揃えてお返しいただく、そして新聞に与えられた特権である日刊新聞法を廃止し、軽減税率ももちろんピッピ、我々日本国民の知る権利を満たさないマスコミの皆さんに特別扱いはもはや不要だと確信する今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利的というものが、7人モルゲットよと、赤が勝ち、
ヤクザが売ってバカ買い、ペニークンすぐり、ウルクンすぐり、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。と番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。ニヤチョンチョンクンチョンケングー。私がグーなのでパーを出したあなた、勝利のハイタッチ、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、はい、グータッチ。そしてチョキを出したあなた、チョキタッチ。ねえよ。それでは本当のバイバイ。